いらっしゃいませ。こんにちは。これ撮ってます？撮ってます。撮ってるやん。はい、どうぞ。レイナはお酒飲まないの？うん。レモンチューハイでしょ？違います。頭痛くなるやつ。でもね、レモンチューハイもある。じゃあこれでレイナこっちくれば。これサダが何盛るんですか？確かに。それ持ってくる。新しい。すみませんね、なんか。ごめんね。忙しい。準備が。はい、やった。はい、よ。せーの。いただきます。いただきます。はい。お待たせしました。うまい。いや、食ってないのかな。食ってないの。うん。おいしい。これはまさか。スポンサーさんからいただいた三元豚。金山町からいただいた三元豚を使ったカルナで、絶品ですよ。絶品ですね。これじゃむちゃうまいんですよ。うん。どう？金山町の三元豚。うまし。いいね。うまし。すごい固まっちゃう。うまいの最上級。うましなんです。うまし。さすが。いやいや。これなんですか？なんかよくわかんない。和風のポテトサラダ。って書いてあった。肉離れ予防メニュー。これ？うん。和風。何が肉離れを予防するの？鶏か。それと一緒か。胸か。うん。そうなの。早く肉離れしたことある？あるんだ。いつした？去年もしたね。大学なんか膝悪くて、そうすると右のハムに来る逆足のかばっちゃう左を。俺大怪我したことない。マジ？それも才能だね。タンパク質プラスビタミン C で吸収を早めるとのことです。じゃあ長期離脱ない？ない。人生で？シーズン中。何それシーズン？ちょうどシーズンオフとかに怪我したりする。めっちゃいいじゃん。これは玄米。玄米ね。と白米のミックスね。めちゃくちゃいってる。お肉おいしいね。三元豚でしょ？金山町の。私アンバサダーですから。めっちゃアピールするやん。野菜は豚汁でオッケーだと思ってる。あとブロッコリーとトマト、ミニトマト。風味の豚汁ちょっと慣れないから。あ、豚汁。豚汁慣れたんだけど私も違和感なかった。これは？うずら食べよう。初めて作った。左利き。あ、そうや左や。両方左や。忘れてた。なんか文字書いてる姿とか見たら左利きだみたいな。左利きだとさ、そう。あ、右利きなんだとは思わないじゃん。ほぼ右利きですからね。世の中。これだ。だって。多いだって。鳥にいた。にいたんだ。最初の2年。あ、そうなんだ。J1。J2。J2 の時あったの？大学卒業して入ったってこと？大学4年の時 J3 だったのがプロ1年目の時に昇格したの。ああ、そっか。そうなんだ。そうだ。俺がプロ1年目の時大分いたわ。ってか J3 だった時代あったんだ。1年ね。監督一緒？ J3 から一緒。いまだに一緒。全然前回ぐらいの高校時代なんちゃらは唐突に始めた。あ、そう。っていうかなんか自然な流れでどうだったのとか結構聞いてくるから、私がめっちゃ気になって聞いちゃう人だから、それ普通に話してるだけで編集してくれる。あれはいいストーリーだったね。感覚トントントンで上がった人だけじゃないんだよってね。苦労人もたくさんいるからね。たくさんいる。サッカー以外で辛かったことはほぼないね。あんま考えたことない。じゃあ基本サッカーで悩まされる。辛かったこと、やっぱ高校ユースからトップ上がれん時は、上がれないってなった時は辛いというか悔しい気持ちはある。上がってる人もいた。いや、俺なんだよ、いなかったね。じゃあ大分のユースでトップに上がれなかったから大学行って、そっから大分に入ったのこと。そう。すごいじゃん。すごいよね。第1号。そうなの？大学経由でのトップ昇格。すごいじゃん。歴史に名を刻んだね。そういう形もあるんだよっていうね。ユースの子たち卒業して頑張れっつって。他にプロになった人は何人もいるんですよ。でも大分に帰ったのは俺だけです。そういうことね。そう。でも俺むっちゃ運持ってると思う。マジで。なんで？まず J3 から J3 で俺プロ決めたんですよ。大分に行くって。あ、そういうことね。その時にまだ J3 だったんですよ。あわよくば J2 上がってくれればいいなみたいな。しかも周囲よりちょっと上ぐらいだったんですよ。まあ来年も J3 だったんだよな。全然 J3 で頑張るっていう気持ちでいたんです。うん、なら俺が卒業するタイミングで昇格して J2 だったんですよ。うんでその年は9位かなんかやったんですよ。次の2年プロ2年目で2位になって昇格したんですよ。J1 ね。そっか。早かったもんね。でも俺は J1 では出れないと思ったから他レンタルで出たかったんですよ。試合出れるところに。そしたら北九州からオファー来て、その時北九州 J3 最下位。最下位か。その時か。そう。J2 で昇格したのに俺は J3 最下位かみたいな。けどまあ小林慎二さんも来てくれてたし、もう一回頑張ろうみたいな。たら昇格したんですよ。J3。一昨年優勝。で去年 J2。ね ？J3 1年。俺がいた北九州はね。そうだよね。うん。でもそれまでは4年ぐらいかかってるから、結構北九州で最下位も経験してるし。そう。最下位でも降格しないの？そうしない J3 は。そうなの？チーム数がまだ。そういうことか。もっと増やしたい段階です。去年8区の9連勝があったりとか、メンバー的には J3 から上がったメンバーがほとんど変わらない。で前期首位で折り返して、そこからちょっとガタガタって。ボイスにすごい。で、縁あって去年ね山形に行くんですけど。じゃあ北九州はずっとレンタルだったってこと？2年レンタル。戻るっていう選択肢はなかった。まあ試合出た出たい。まあどこに行ったとしても出れる保証はないですけど、まあね、必要とされてるところに行くっていうのはそうだね、むちゃくちゃ大事。選手として扱われてるというか、だからプロになってからは負けとかをあんま経験してない。負け確かに負けてるけど、全部勝ち越してるから。絶対勝ち越すじゃん今年。だから絶対今年も大丈夫ですよ。俺がいたらほぼ昇格する。大分の時 J3 の昇格回すから5年で4回3回 J3、J2、J3 昇格請負人や。でもあの時も思ったけど、やってることとかはあんま変わんないですよ。だから運なんですよ。勝ち負けで入る時は入るし、1年間同じサッカーして全く変わらないサッカーして、勝てる時は9連勝するし、勝てない時は10戦勝ちなしがあるし、サッカーって難しいなってすごい思う。結構ねやっぱ分かんないですよね。これからだね。最後いやもう全然分かんないよ今の順位は。そうなの？本当にもちろん上である方がいいのはいいんだけど、まだまだ動きますよ。ここから怪我することもありえるしね。そう。主力が。琉球の時は J3 から J2 に上がったの。うん。余裕で。うん。結構余裕だったね。ね。最速優勝だと思う。ね。琉球ってさ、やっぱああいうサッカーじゃん。ずっとあれよ。あれはもうさ、チームカラーとしてさ、そういう監督を連れてきてるの。たまたま多分俺が来る前のその人がああいうサッカーやったらしいの、でそれで俺がプロ1年目に入った時新しい監督になったんだけど、その前の監督でやってた選手が結構いて、そのままなんかその形になってた。前の監督の形になった形の選手がおのおのやってたのね。そうでそれがメンバーまんま大して変わらず3年間それでやったから、もう変わんないよねスタイルがずっと。素晴らしいね。そうなんかもうバルサじゃないですか。なんかねでも日本のバルサってことでいいっすね。言い過ぎや。いやでもそういうことっすよね。そういうことじゃない。えこれ知って持ってる？これ持ってない。めっちゃうまいから。韓国の。知ってる。全然わかるやつ。これで知ってる。めちゃめちゃ書いてたから。あうまいうまいうまい。うまいじゃん。え見てた？見たけわかんなくないだって韓国の。いやわかるやろわかる。大体このパッケージ韓国のや。愉快やな。タッキーごついっすよ。マジで全然筋トレしてないのに最近。練習きつすぎて体バキバキになってんの。あ、そういうこと？でもさ、やっぱさ、練習だけで筋肉つかない。ついてんのかな。でも前よりごつくなったよね俺ね。いやだって大学の頃とか比べてよ。それは筋トレしたからと思う。筋トレしてない。そんなに。俺プロ入って。そんなことない。ちょっとつりをしてない。俺これの筋トレとか絶対しないから。なんかそこのさ。考え方も人それぞれ。じゃあさ筋トレするのがいいと思ってやってる人もいればさ、バランス重視みたいな人もいるし、どっち派っすか？最近はもうなし派。バランス派。めちゃくちゃやってたんだけど、最近はなし派だ。実際ゴッツゴツの時としてない時、コンディションというかパフォーマンスとしてない時の方がいい気がするんだよ。うん、こっちいね。今の可愛いくらいあるでしょ。ユニフォームがピチピチっていうのもあるかもしれない。顔もごつくない？顔もなんかさ、たぎってね、なんか男感強くない？うん、やっぱりそういうのある？筋トレする。あるある。だってキャンプの時モンテの。これよりやん。大丈夫これ。栄養失調。まあでもオフ明けだから余計ね。この時が一番心配になった。確かに、でもそう考えると練習やってるだけでさ、ごつくなるのかもね。いやだからなるでしょうね。だからその練習の強度が高ければ。練習だけでごつくなるんですよ。高校から大学に行っただけでもごつくなるでしょ。中学から高校だけでもさごつくなるじゃないですか。でもタッキー君がささっきまで周平とかでもタッキー君って何？かわいい。タッキー君ならわかるよ。タキシュがさ、いやもう照れちゃってるよ。対戦した中で一番嫌だった選手？でも外人が嫌だよ、やっぱ一番は。ああ。飛んでるもんね。誰？歌はとかもやばいよ。さっきのクリアしてた写真だったね。あれとかめっちゃ怖かった。来るね。バウンドしてボール追いかけてるの。パーくる。うわやばいと思う。さあよでちょっとでもミスったりすくって先触られる。そういうことね。速いよ。速いし迫力あるよ。めちゃくちゃ。動物がもうかけてる。いやそっちのブルーやけど。動物系だよ。顔の圧はあるよ。体の圧だけあるな。顔だけ。迫力は大事よね。ディフェンスとか特にね。それだけでフォワードビビったりするもんね。日本人では嫌だなって人は。同じチームでもいいよ。今まで一緒のチームだった人と。まさと君とかはクロスの入り方とかもめっちゃうまい。あ、嘘。うまいんだ。横からポンって蹴って。中の選手がフォワードもさずっとここにいたら守りやすいじゃん。その入ってくるタイミングとかがめちゃくちゃうまい。確かにそういうのあるもんね。ちょいちょいそういうの決めてんじゃん。一回こう消えといてボール入ってくる瞬間に入ってくる。ああみたいな。ボール見ちゃうもんね。上げる瞬間ってのは。いつまでも人みたいなからこうやって目離した隙に他のとこ動いてるみたいなね。がめっちゃうまい。あんないろんなことできんじゃん。こつくてさ、シュート馬力もあって、シュートも強くて、無理効いて、でも入り方とかもうまいし、足元の技術もあるし。完璧やん。いやだ、マジで。あ、5人増えたよ、でも。5人。うん。嘘。690人になってる。え？急に。嘘。俺のおかげっすね。まだできない。まだやってない。まだか。でも数字で顕著に出るから怖いね。教えてあげるね。あれ一人も増えなかったよ。おい